結構魚いるっぽいですね、ピチョピチョ言ってるから。気持ちいいな。やっぱロハコさんはお台場が似合うな。お台場ロケーション一番似合うのロハコさんだわ。はい、おはようございます。おはようございます。超いい感じですよ。やっぱ東京ってなんかあれですね、変な街だけどかっこいいね。かっこいいスポットに行くとかっこよさ異常っすね。なんか夜明けのお台場結構いいっすよ。お、魚だ。釣りとかできるのかな、お台場って。ワトツでーす。まったり枠でーす。すごい綺麗ですよ。いい感じの朝ですね。海外みたいですね、お台場は本当に。おはよう。いい景色でしょう。お台場です。ちょうどロケーションがいい感じですね。海外みたい、本当に。旅行に来たみたい。ここお台場、お台場。お台場ですよ。綺麗でしょう。やっぱりさ、お台場って言ったら、お台場って言ったら、いいよね。すごい綺麗でしょ。ちょうど朝焼けがいい感じに、いい感じですよ。綺麗だよね。じゃあここでロハコさん、お台場が一番似合う男としてちょっと取材をさせてください。はい、ちょっと待ってね。じゃあ体勢を変えます。はい。その柱におかからせてください。やっぱりニコ生で一番お台場が似合うっていうことでちょっとインタビューをしたいんですけありど、がとうございます。ロハコさんにとってお台場って何ですか？どんな場所ですか？そうですね。人がうじょうじょいる時間帯じゃない時間帯に来ると、今みたいな朝4時とかに来ればとっても清々しくて気持ちよくて、とっても近代的な建物がいっぱいある。いいっフすジよテね。レビもあるし。お台場で美味しいものって何かありますか？お台場に美味しいもんなんてあんの？なんかおすすめのなんかあれ知ば。らない。お台場来たのお前で初めてだあ、そうなんですもか。ん。だそうです。そうそう、フジテレビが後ろ今にあのる。でかいの？今でかい。これがフジテレビ。丸い球体あるし。もっとインタビューする？みんな聞きたいこと？生まれて初めてお台場来たってね。すごい今綺麗だよ、太陽が。このグラデーションがほら、写真みたいだよね。すごくない？海外みたいじゃない？このオレンジ色と青のグラデーション。オレンジ色と青と、こうハゲ、こう俺のおでことこうマッチしてるでしょ。黄 ばんだ枕みたいな色してる。ちょうどこの海の青が俺のひげの青でしょ。で、太陽の赤がそのおでこを表してる。日の出日の出。すごいいいロケーションで、ほら感動するよちょっと。すごいでしょ。こんな感じ。
はい、バカツフィギュア好き？フィギュア持ってる？いや、欲しいですけど持ってないです。みたいなもの持ってる？みたいなもの、うん、すごく気に入ってるもの。ああ、捨てるに捨てらんないもの。うん、そう。ああ、はいはい、あります。その中に入ってる。ああ、はい、わかります。うん、わかりました、わかりました。で、古いもの、はい、古いですね、うん、はい、それに宿ってるので、それの後で清め方を教えるので、それを清めちゃってほしい。わかりました、ね、うん、多分調子悪いのはそのせい。ああ、はい、うん、どうしたの？いや、やっぱロハコさんがやっぱ見たいみたいですね、みんな。ああ、それは僕はね、スターだもんねえ、やっぱスターじゃない、悪名高いんださ、仕方ないじゃん。悪名はついちゃったものは仕方ない。スター違いますね、取り憑かれたのと同じ。かっけーっす。とりあえずね、たくみさんの件は解決しそう。あ、本当ですか？うん、よかったです。いや、ずっと疎通してたのね、はい、で、ずっとくだらない話から辿っててね、はい、うん、いや、よかったよかった。おじいさんの方は父方みたい。ああ、はい、わかります、うん、で、おじさんの方は父方じゃない。ああ、母方の方ですか？うん、あ、はい、それしかわかんない。イメージをくるけど、僕にはその場所わかんないとかね、うん、そんな感じ、やりとりは。で、おじさんはどんなに古くない？最近というか、まあ、誰だか、ちょっと自分でも、どういう関係なのか、記憶に持って帰ってきて、いいね。なんかニコ生っぽくないよね、こういう風景ね。こういうところ好きだわ。全くニコ生っぽくないよね。ね、どうだろうね、うん、空が明るくなってきたよ、うん、空が明るくなってきた。なんて言ってんの？え？え？俺の守護霊かなんか言ってんの？厄介よ。なんて言ってる？え？うん、今の不幸がずっと続くって言ってる。うん。何が不幸を、何をして不幸としているのか分かんないんだけど。うん、俺ずっと不幸なの？うん？俺ずっと不幸なの？ずっとじゃないんだけど、まだ当分続く。どれくらい？10年ぐらい。俺10年も続くのこの不幸。うん、50ぐらいになると、うん、登ってくるんだって。おお、うん、このまま行けば。ただ途中で運命が変わるかもしれないから何とも言えないわって感じ。おお、うん、俺の守護霊そんな感じなんだ。一体なんで、もう一体ついてくれると力が強くなるんだけど、一、うん、体ではちょっと弱いんだよね。で、前ついてた守護霊はもう出てしまっているんだ。前の人はどんな人だったんだろう？前の人は男の人だよ。あ、そうなんだ。若い男の人。こっちについてる人より若い おじさん。うんうんうん、じゃあ俺はもう10年間このまんまだ。このまんまっていうか、
まあそんな上昇はない。うん。うん。我慢するしかないの？耐えるしかないの？いや、自分で変えていこうとしてみてもいいんじゃない？歯向かってみるとか、人生に歯向かってみるっていうのも、好き好きじゃない？まあ、守護霊が言ってるんだからしょうがないもんね。だからさ、よく生命占いとかやってんじゃん、うん、血液占いとか、うん、あれを 100% 鵜呑みにしちゃう人とそれに対抗する人といるじゃない、うん、それと同じように霊の言ってることもそれを丸ごと信じちゃう人と、うん、そうじゃなくしてやるって思っちゃう人といるのと同じようにさ、うんうん、どう変わるかは自由だと思うよ、うんうんうん、だから必ずしもその通りをずっとたどっていかなくても、和道さんは登り詰めようと思えば登ろうとして崩れて、登れようとして崩れてって、うん、で少しずつ登っていくかもしれないじゃん、うんうん、っていうかリスナーさん何人来てんの今？50人ぐらい。50人さんいらっしゃい、どうもね。あのそんなアップでしたよ恥ずかしいよ。うんうん、ロハコさんの霊視によるとですね、僕は10年ぐらい変わらないそうです。10年後何歳？41歳だよ結構いい年だよ、参ったな。41歳でも同じことしてるみたいよ。同じことっていうのは配信のことかな。そうじゃないかな、うん。肌汚いかな、うん、まあ俺は野外に出ることないからね、あんまり。外配信が結構珍しいんじゃないの、バドリスナーからすると。さあ帰りますか。前よくやってたね、外配信ね。最近は全然やってない。灯台がないから、最近あんまやってないな。あの虹色は何かの意味が、あれが見えるそうだね、 Wi-Fi ないからね。なんで俺10年間停滞するんだろうな。え？何？10年間停滞するの嫌なんだけど俺。なんか方法ないの？だからそれは自分で模索していくしかない。だからそこでも映んないんだよね。ここだと思う。あ、ここ？いや、ちょっとズレがある。だから、自分で模索するしかない、人生を。運命は切り開けるの、変わるの？うん、よくそう言うじゃん。自分の運命は自分で切り開いていけって。ね、誰が残した言葉か知らないけど、そう言われている。だから諦めずに前進、僕だって51でも諦めずに前進はしてるじゃん。1年後なんて考えないで、毎日次の日のことを考えるそれだけ、うん、ね、守護霊が言ってちょっとごめんね、うん、守護霊があの言ってることは 100% 当たるわけじゃないの。和道さんファンがうじょうじょ待ってるよ。あれ俺のファンってことにしとこういやそうじゃなくて、その運命は変わる その守護霊が言ってる通りになるの。そうだよ。え、じゃあ変えられないじゃん。だからそれでもくじけないで前進していこうよっていう。だって変わらないんでしょ？ 100% 当たるんでしょ？い
100%保護の、だから変えられるとさ、そのうちの 5% 5% とかしか変わんないの。うん、それでも 5% 10% 違うだけの努力は、うん、すべきだと思う。まずか、一緒にしゃがんでくれると一緒に映れるけど、僕立ってんのがつらい。つらい、うん、ごめんごめん。ルハコさんといるよってツイートするか。まあ放送やってるから、うんうん、まあこの深夜から朝方までさ起きてくれてる人でもすごいと思うよ。ありがたいですよね、うん、だって僕らいつもだと寝てんじゃん。寝てるかさ、うん、ワドさんさ切ろうかな、もう今日はここまで寝ろっつって入れる前にブツって切っちゃって、うん、あーとか待ってさ、いつもさ早えよっつって言わせてくれよとか思う、うん。そのものには結構愛着があるんですよ。ありますね。ね、それを別に壊すわけじゃないからね。まあ壊れないですけどね。うん。よくことじゃないと。だから硬いものだって。硬いから。うんうんうん。いや、俺の仕事は結局誰なの？なんて言ってたの？他には。こっちと主に喋ってたの。あ、じゃあ今見て練習して。今すぐ？いやだって後で言う。後でって、そっちに寄っかかってくる。あ、こっちに寄っかかればいいの。うん、よいしょ。これでいい？この辺でいい？ああ、じゃあ俺の幽霊は女の人なんでしょ？女の人。50歳ぐらい？うん。ただネタにするような話ではないと思う。あ、全然普通に俺が興味ある。うん。うん、俺の50歳ぐらい綺麗な人？血縁関係ではあるって言ってる。ただではあるっていう言い方がおかしい、うん、こっちは血縁関係って言ってるのに、うん、こっちは血縁関係ではあるって言ってる。なのでではあるってどういう意味なのかわからない。どういう意味なんだろう。ではあるっていうのは血はつながってるけど生活はしてないとか。わかんないな。ではあるっていう言い方をリスナーさんにどんな時使うかを聞いてみたら、なんか俺の守護霊は50代の女の人で綺麗、まあ若干綺麗な人で、それでエプロン姿なんだって。うん、エプロンしてる。で、血縁関係ではあるって言ってるんだって。どういうことだろう。ではあるの、ではあるの、ではどういう意味だろう。どういう意味だろう。どういう時にではあるって使うんだろう。桃園ってことだねみたいな。桃園なら血縁関係って言うはず。ああ、うん、でははつけない。みんな桃園だって言ってるね。なんて、たくみさん、たくみさん、たくみさんの場合は、うん、血縁関係だって言ってるもん。言い切ってるんだ。言い切ってるの。で、こっちは言い切んないで、うん、ではあるって言ってる、うん、ではっていうのは何って聞くけど教えてくれないんだわ。お、うん、頭良さそうは悪そう。頭良さそう。大学行ったって。大学どこ行ったって言ってる。女学校行ったってな。女学校行ったんだ、うん、大学行って結構古いって。あ、古い人なんだ、うん、でも知ってるって。俺のことを、うん、ただ生きてるうち知ってるか死んでる時に知ってるかは知らない。死んでる時に知って、あー、そういうことか。分かる。あ、死んでから俺のことを知ったってことか。身ごもってる時には知ってたかもしれない。うんうんうん。し、会ったことはないって。俺と会ったことはないんだ。対面したことはないって。じゃあなんで俺のこと守護霊になったの。うん、だからお腹が大きい時にか、うん、その辺で会ってる。で、この子の守護霊になるんだって決めたんだ。なんで俺を選んでくれたの。ん、なんで俺を選んでくれたのその人は。いや、自分で育った子供がうんぬんっていうちょっといざこざがあって、うん、うちの子たちの守護霊にはなりたくないから、うん、じゃあこっちの子の守護霊になりたいなっていう。うん、自分の子にはやっぱ不都合があったんじゃない。そっかそっか。人間関係とかさ、子供がいる人なんだもんね。子供がいる人。子供は生きてんのかな今でも。結構な年で2人ぐらい生きてるみたい。へえ、うん、そうなんだ。そのうちの一人の血縁には
結構な距離、何か、おい、距離か、あ、ごめんね、うん、何が、その笑いが泣きに、鳥の鳴き声に止められたから面白くて、あ、そうか、うん、いや、そっち向いたからさ、うん、何が思ってさ、じゃあ、なんか他には俺に言ってないの、その人、何にも特にない、うん、時間を欲しいって言ってる守護霊が俺に時間を欲しいって言ってんの、じゃあ、僕と話して、ああ、そういうことか、もうちょっと、うん、あのね、明るくなってくると守護霊は喋れなくなる、夕方とかから活動的になって、一番やっぱし牛蜜時ぐらいが活発、うん、確かに昼間も行動してるけど喋、うん、りにくい、うん、オーブになってっちゃう。俺が結婚できるかどうかとか恋愛できるかとかも分かんの、すごれなんて言ってる、え、教えろって言うの、うん、結婚できるでよ、結婚できんの俺、うん、2回失敗するってなんでさ、なんか失敗聞いてないんだけど俺、え、いやだから、いや俺結婚できるかどうかを聞いてるだけであって、僕は結婚できるか聞いたらできるよ、2回失敗するって言ったんで、守護霊が言ってる、僕はそのまま伝えるだけなので、あ、ごめんごめん、こう聞くだけなの、うん、うん、あ、その守護霊に悪いんだね、うん、ちょっとおせっかいな、どっちも火は和道さんにある、俺が悪いんだ、火が和道さんにある、じゃあ2回結婚するんだね俺は、うん、うん、一人は同性みたいなもので、同性、同性みたいなものでね、一応みたいな、その後席を入れるんだって、だけどその後ね、修羅場とかしてね、あの終わってしまうんだって、でこうならないぞって次やるけどね、やっぱしそうなっちゃったって、何が原因かは分かるでしょって言ってるんだけど、うん、なんだろう、分かんない全然、いや、その時分かるよ、1個目修羅場になるよ、うん、あ、これからでしょ、まだその人とは出会ってないんでしょ、うん、いつ頃出会うのかな、その人はもう生まれてるからね、うん、僕には顔見えてんだけどさ、見えてんの、だからその人から見えてる、へえ、あ、俺のじゃあ未来のお嫁さん見えてんだ、見えてる、綺麗綺麗じゃないな、綺麗じゃないの俺の奥さんちょっと待って待って、意外にちょっと待って、俺の奥さん綺麗じゃないの、ね、意外に百貫デブだ、百貫デブ、うん、和道さんのタイプではない、なんで俺デブと結婚すんの、どうす、いや、行きずりのなんていうのあのズルズル関係になって同棲が始まるんだっていくつぐらいの人、同じ年ぐらいか、ちょっと下かマジかよ、うん、で、2回目の人はほっそりしてる何何、あ、2回目の人綺麗だ、じゃあ、うん、そう、まあ、う、手前よりはね、芸能人でいうと誰に似てる、あの芸能人知らないんだな、アニメなら分かるけど、あ、アニメでいいよ大体で、アニメ、うん、そう、アニメでいうと誰に似てる、ジャイコいいしょ、いい線いってるよ、僕の見た目あんな背が低くないけど、え、俺の嫁さんジャイコなの、一人目はね、え、二人目がジャイコなの、そうそう、全然綺麗じゃないじゃん、それを細くした感じ、え、もしかして俺出会ってる、ん、俺もしかしてその人出会ってる、それは知らない、現在なんで、ああ、現在進行形の話はできない、マジかよ、俺の嫁さんジャイコ、何、身に覚えのある誰かがいるお、俺の奥さんジャイコなの、百貫デブとジャイコと付き合うの、ジャイコはそんなデブじゃないの、いや、ジャイコはちょっと心当たりあるんだよな、うん、俺あいつと結婚しねえぞ、あの、なり、ズル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 で同棲が始まって、で、席入れようかって、席入れて、え、それ守護霊、本当に俺の守護霊そんなこと言ってんの、え、それひどくない、え、それ、俺の守護霊嘘つきでしょ、嘘はついてないよ、え、それ当たるの、避けられないの、避けれないと思うよ、え、嫌なんだけど、それ
とか。あ、子供は生まれるのってリスナーも聞いてる。子供生まれない。あ、生まれないんだ、うん、あのゴムしてするって。あのすごくね慎重派で、うん、お金がないからって言って、うん、俺は生活能力ないからっていつもの口癖になるんだって。そこまで聞かなくていい、そこまで言わなくたっていいじゃんと思うんだけど。俺には生活力ないから子供を育ててきてね教育するお金がないからっていつも口癖のように。だんだんまた離れて。帰ろうか。50以上になるとね成功するんだ。ディス、え、何50以上になると俺成功するの？花が咲いて、それ どうなんの教えて。最後最後 あと3分だから。花が咲いて上昇に なっていく。50歳から、うん、例えばどんな感じ。今が 10% だとすると 70% ぐらいになるんだって。7倍。うん、そうそう、今を 10% とするとだよ、うんうん、今の 10% があと10年続いて、うん、その後上昇になる。今が 20% どれくらいだろう。だけどあの好きな人はいるけど寝ることはあっても、うん、結婚することはないって。うん、結婚にこだわってる。こっちは結婚にこだわってる。、うん、結婚のことを聞いたからだね。あ、まあ、じゃあ50歳ぐらいからうまくいくかもしれないんだ。かもっていうか、うん、変えられないと思うよ。だからジャイコみたいのと絡むだし、うん、分かった。もう一つ。いや、もういいや。いいじゃん。いや、もう凹むからいいや。凹む？もういいや。俺の未来も怖い。未来に希望がないんだけど、もう聞きたくないわこれ以上。直接言われてこう答えてるだけで、うん、僕は今年でみたいな。うん、伝言を伝えてる、聞かれたことを聞いてる。なんだよな、百貫デブと結婚するって。俺の守護霊めちゃくちゃなんだけど。なんで俺百貫デブと結婚しないといけない。お前ら一言だと思ってるだろ。なんか向こうはなんか人生いい感じになるみたいな、なんか楽しそうな予言なんだけど、なんか俺ただディスられただけなんじゃねえかっていうぐらいなんかコテンパンにされてんだよねさっきから。まあ、最後にじゃあ皆さんに美しい風景をご覧いただいて、お台場の朝焼けをご覧ください。ね、心が綺麗になりますよ。綺麗でしょう、お台場。いい風景ですよ。とてもニコ生の映像とは思えない風景ですよ。無駄に綺麗だからね。ベイブリッジ綺麗だな。やっぱ俺一番好きな橋ベイブリッジかもな。綺麗だよね、なんかデザイン。お疲れ様でした。ありがとうございました。おつです。今日の配信終わりです。おつです。落ち込むだろ、普通に。じゃあ、ローコさん、ラストなんで、はい。はい、今から試験目するとこです。あ、そうなんですか。見ててね。長いからさ、うん。今、切れたのね。またね、78名様、ありがとう。バイバーイ。そこは関係ないじゃないか。そこはいいじゃないか。シケモックで終わらすわけにはいかない。さらばみんな、じゃあなー。